何このでっかいキノコ、さすが森のフィールド。この距離じゃダメだ、もっと接近して。消えた。えっ、のやろ。でも残念、また外れだよ、マサムネ。ち、玉切れか。なんてざまだよ、チキショウ。あの人はまだ銃すら抜いてないのに。ほら、早くおいでよ、マサムネ。くそ、こんな時に何を思い出してんだ俺。勝つんだ、あの人に勝って。そして、あのさ、本当に俺に勝ちたいならさ、デザートイーグルなんかじゃなくてハイサイクルとかで着なよ。勝つ気あるのか疑わしくなっちゃうよね。やっぱお前に二丁拳銃は荷が重いんじゃない。俺が何をどう使おうとあんたには。そんなにわざわざ俺に見せなくてもさ、ちゃんと覚えてるよ。お前が初めて買ったマイガンがそれだってさ。ブローバックするの知らなくて顔近づけて撃ったから顎に当たっちゃって涙目になってたよね。うるせえ、昔の話だろ。あれ、ミニガンの音がしなくなったね。まさかホタルが。ほら、よそ見しちゃダメだよ。やばい、届け。ああ、こっちがあの時俺と買った銃だったかな。もう一丁そこにあったのかよ。あの頃は楽しかったな。でもね、マサムネ、俺は今の方がずっと楽しいんだよ。どう、服の上からでもブローバックの反動が腰骨に響いて激痛でしょう。普通のサバゲーじゃこういうのは絶対ダメなんだけどね。さすが TGC。 あれ、撃たれたんだよ、マサムネ。ヒットコールちゃんとしなくちゃ。コールしないとさ、撃った側もよくわからなくて変に打ち込んじゃうんだよね。こんな風にさ、見て見て、マサムネ、ウィンチェスター二丁持ち。右手はシルバー、左手はブラックにしてみたよ。超かっけえ。俺も次デザートイーグル買ったらブラックにして二丁持ちにしていいっすか。いいけど大丈夫？大丈夫、まだ一つ持ちでしかやったことねえけど超特訓するっす。そしたら俺たち二丁拳銃の最強コンビになれるっすかね。ああ、弾切れか。ヒットです。はい、よくできました。ねえ、マサムネ、どうして一人で来ちゃったの？お前はそんなに頭の悪い子だったのかい？前に言ってあげたよね、思い上がっちゃダメだって。どうせお前は一人じゃ何もできないんだって。マサムネ、お前こんなに惨めになっても全然泣かなくなっちゃったんだね。あんな泣き虫だったのにな。ん？聞こえてるよ、どうしたの？申し訳ございません、もじゃメガネを見失いました。また接近戦したでしょう、イチ。お前の悪い癖だね。すみません、お気をつけください。おそらくあのもじゃメガネそちらに向かいました。お前よく待つよ。殺す、ぶっ殺す。サバゲーで暴言は禁止だよ。わざわざ俺の前に姿を現しての接近戦なんて、この1年でよほど鍛えたのか、もう勝負を諦めちゃったのかな。お前の、お
お前のやられる様を間近で見るためだろうが。隠れたって無駄だ。その日から出られないように貼り付けにしてやる。撃ちながら回り込む。バカだな。君が右から回り込むならさらに速い速度で左から抜ければいいことじゃない？簡単でしょ。バケモノめ。はずれ。ナイフか。 TMP はおとりだったの？つくづくいやらしいな。君は嫌いじゃないけど、ね、さあ次は何する？もうその TMP は玉切れだよね。お前は何も思わないのか。マッツンを傷つけて泣かせて困らせて悩ませて、お前はそれで楽しいのか？うん、とってもバカの一つ覚えみたいに直進してきてどうしようもない子だね。最初から勝つ気のないものは負け犬にも劣るよ。だから君は俺には勝てない。絶対に。あれ、耳に当たっちゃった？大丈夫？痛くない？あれ、おかしいな。確かに当たったんだけど。ゾンビ行為は容赦しないよ。やっと言ったね。ゾンビなんて亀梨さんに知られたら出禁にされるかもだから気をつけるんだよ。ごめんね、マツ。ごめんね。ごめんね。一歩遅かったね、立花君。君がここに来たってことはやっぱりフジモンがやられちゃったんだね。まあどうせまたフジモンの甘さが出たんだろうけど。さあ銃を構えて、立花君。次は君の番だ。それは正直意外な作戦だった。今回俺たちは星城に対し一対一の勝負を仕掛ける。相手は凄腕だ。戦力を分散させてバラバラに戦った方が勝ち目がある。待ってください、それってつまり。なんだよ、これ以上の案があるなら言ってみろ。それは4大会連続優勝者、普通にやっても勝てないのはわかる。でもこれのどこにチームプレーがあるのだろうか。ユッキーはスナイパーの女と、ホタルは撃滅王と。まさか松岡さん、みどりさんと1対1で戦うために。いいんじゃない、マッツンがそう言うなら俺は従うだけだよ。そんな、みどりさんが本当に悪い人だとは未だに信じられない。ただこっちの地形の方が隠れやすいかも。じゃあこっちにおびき出して。やはり橘はサバゲーにおいても人生においてもこの二人より経験が浅いのだ。今だって立花が間違っている可能性の方が高い。だから信じよう。承知しました。立花を全力でやらせていただきます。頼んだぜ、ホタル。これはチャンスだ。星城を立花が任せばもう二人に女だということを隠さなくていい。それにこの二人だってこんな暗い顔しなくて済む。また3人で楽しいサバゲーができるはず。勝ちたい。自分のためにも、あの2人のためにも。
さあ銃を構えて橘君。次は君の番だ。雪村さん、なんでこんな、こんな、こんな、雪村さん。ホタル、松岡さん大丈夫ですか。いいかホタル、危険しろ。俺が甘かった。こんな気持ちであの人に勝てるはずなかったんだ。こらダメでしょ、死体が喋ったら。撃たれた人は黙って速やかにフィールドから出るべきだけど、すぐ動けないと思って見過ごしてあげたのにさ。何をしているのですか。その足をどけてください。おっとひどい。なんでホタル、サバゲーなんてたかがゲームじゃないですか。うん、こんなことが許されちゃうのがトップガンコンバットなんだよ。ひどく痛めつけても心をへし折ってもたかがゲームで済まされちゃうんだから素敵だよね。それがあなたの考えなのですか。うん、罪の意識は、罪悪感はないのですか。うん。戦意喪失か。もうちょっとやってくれると思ったのにな。残念だよ橘君。鳥、なんで一斉に。橘は悔いております。雪村さんの言葉を疑ってあなたを優しい人だと思ってしまったこと。なんだ、空気が震えて。あなたはこんなにも悪い人なのに。違う、これは。でもよかった、完全に吹っ切れました。これは悪の所業は橘が許さない。橘の正義で様を断罪してくれる。さっき何が起こったんだ。橘君が牽制したのか。いや違う、確実に頭を狙ってきた。なんて素早いんだ。スピンコックするタイミングを一瞬でも違えれば踏み込まれる。ドットサイトを使う気配がない。さっきの奇襲風にこの子、この機動力を生かして確実に当たる超接近戦で勝負をつける気だ。まいったね、この子は笑ってるよ。まったく、とんだ切り札があったもんさ。立花の正義で貴様を断罪してくれる。正義、冗談を。これじゃまるで君は、君は先生、こちらから援護します。その隙に体勢を。今はいいところだからさ、邪魔しないでよ一。でも作戦 D の6対1だよ。了解しました。マッツン大丈夫。ああ大丈夫。て大丈夫か。あの二人、あいつらが帰ってきたってことは新人が一人で残ってんのか。マジかよ。いやさすがに星白相手に2対1は無理だろう。ねえ亀梨さん、サバゲーに絶対などない。もうすぐ雨が降る、時期に終わる。君何者なのさ。人を追い込んで楽しむゲス泣き様にお似合いの最後だ。どの口がそれを言う。
もう逃げ場はないぞ。笑った。君は俺たちに勝てない。偉すぎちゃう。だって君は嘘つきの女の子なんだから。ポイント D の6で待機。あの化け物を打ち合わせ通りの場所まで誘導するなんて、さすがです、緑先生。今、何が。はい、ゲーム終了。結構楽しかったよ、立花君。あれ、撃たれたことに気づいてないの？それとも、女の子だってバレたことに驚いてるの？両方か。越前で君に触れた時気づいたよ。察するに、あの二人は知らないみたいだけど、気づいてないことをいいことに、男としてあのチームに入ってるの。仲間を騙してるなんて、君はとっても悪い子だね。じゃあ。待ってください。まだ立花は動けます。生きています！いや、死んだよ、君は。もしこれが本当の戦いだったら、君は頭蓋骨を打ち抜かれて、自分がどうなったかも分からず、脳みそぶちまけて死んでいる。君の言う通り、君は今生きている。でも死んだんだ。ねえ、今どんな気持ち？君の心に何がある？今、君の心を支配するもの。それは、喪失感、屈辱感、そして敗北感だ。本当に撃たれた一瞬で死んでたら、こんな思いしなくていいのにね。と、ち、罠を。サバイバルゲームはね、生きながらに死の絶望を知り、屈辱的敗北を背負いながらも死ねない遊びなんだよ。よかったね。君はようやくあの二人が長年味わってきたものを少し感じることができたんだ。仲間として一歩前進だよ、嘘つきさん。君がまたこの思いを味わう覚悟があるなら、 TGC に出ておいで。いつでも相手してあげるから。